どうもジャニアンス。ですね、昨日あの後ですね、銀座ドーバー行ってから、まあ、新宿に戻って視聴者さんのことね、かれこれ2時間ぐらい話し込んでまあ、楽しいお話ができたんですけど、その後ね、友達と四ツ谷に行きまして、四ツ谷で飲んだんですよね。学生時代を思い出して、そしたらなんかよくわかんないんだけど、その後変な、なんだろうな、どういう流れでかわかんないけど、錦糸町にいまして僕今なんで錦糸町来たのかなみたいな、謎に錦糸町に来て、でなんか謎に錦糸町で泊まるっていう、初めてかな俺錦糸町来たのわかんないけど、でなんかもうやることがねえなみたいな、そんな状況でありますけども、まあせっかくなんでね、なんか浅草の辺に行こうかなみたいな風に思ってます。はい、なんでこれからね、今もう昼の12時くらいなんですよ、言って、浅草に行きます。で浅草でまあちょっとなんか飯でも食って、で午後2時ですね、2時くらいにまたなんか視聴者さんが話したいです、時間くださいみたいなね、メッセージをオファーいただいたので、まあそのことねちょっと話して帰るかなと思ってます。とりあえず浅草に行きます。でけー、もう普通に観光、東京観光をすることにしました。近くに来るとあんまりデカさが逆に分かりづらいというね、遠くから見た方がよく見えるんで。いやスカイツリーは僕一回以前来たことあるんですよね、学生の時かな、東京来て。で確かその時はあれですね、その時に付き合ってた彼女と来た覚えがありますね。懐かしい。なんかいろいろ思い出されますわ。そして、その後くらいにね、失恋して幼児にドハマりすると、その前くらいに来ましたね。懐かしい。やっぱちょっと離れた方がね、スカイツリーもいいですね。うん、なんかね、今日東京すごいポカポカしてんだよ、全然寒くなくて、春みたいなんだよね。非常にお散歩日和というか、お出かけ日和というかね、もうじきもう浅草に着きます。ちょっとねスカイツリーに寄り道もしたんですけども、もうじき浅草に着くんで、なんか飯でも食おうかな、お腹空いたし。すごい人っすね、これが雷門。もう普通に観光客なの。すげえ人だ、すげえ人だここは。ここはですね、いわゆる北海横丁みたいなところで、飲み屋がすごいいっぱいあるんですよ、ね、こうやってビニールのなんかなんていうのかな、テラス席、いいよく言えばを出して、こう飲み屋がある、なんかこう風情のある通りですね。なんかどっかね入ってみようかな、ちょっと一杯飲もう。うまい。Thank you.
ケニツさんの真似ですね。すいません、9番お願いします。はい、マスコミ関係者で頑張ってください。いただきます。ウィンニャーがメニューにないね。ウィンニャーが、まあ、とりあえず、ごちそうさまでした。皆さんお会計。2050円。1万円だよ。というわけでね、今その後ろにある赤とんぼというお店ですねに行ってきまして、非常に雰囲気もいいですしね、もつ煮美味しかったな、あっさりしてて、うん、串カツもうまかったし、ということで、浅草せんべろシリーズ今後もやっていきますので、
チャンネル登録、高評価お願いします。以上、ケンチでした。今からね、今東京駅なんですけども、視聴者の方と、お話をしてこようかな。で、お話し終わったら新幹線そのまま乗って帰ると、そういうような、流れですね。ちょっとな、場所が東京駅なんてもうめったに来ないからね、分かんないけど、まあとりあえず行ってきます。今から新幹線乗るんですけどもね、あと1分くらいで発車となってるんで、一生懸命走ってます。あ、やばい。というわけで、長野にただ今到着しました。いやー、楽しかったね、一言で言うと。まあいろんな刺激も受けて、いろんな人に会えて、非常に有意義な連休でした。また頑張ろうと思いましたね。そんな感じで僕の東京連休終わりです。はい。ではまた。